見えてるかな見えてますかあ来たってこんばんは前髪こんばんは前髪を切りましたちょっと,ょっとまだ前髪に慣れてなくて <laughs> ちょっと見慣れないかもしれないんですけど い,いのかこれかよし <laughs> こんばんは <laughs> こんばんは前髪はいつぶり前,前髪はいつぶりだろう えっと。中学校。一年生ぶりかもしれないです。だから。三年前かな。三年前。ぶりです。前髪は。似合いますか。<laughs> すごい姫。<laughs> なんか本当に自分でも。全然見慣れなくて。 <laughs> ねいやそう実は昨日あの柳川でイベントがあったんですけどその柳川でお披露目したくてあのメールとか SNS とかチャットとか全部あの過去の写真を選んであの送ってたのでなので昨日本当に。 何もファンの方には何も言わずに前髪お披露目だったので <laughs> ちょっとびっくりさせてしまったかもしれないんですけれど <laughs> どうですか <laughs> いつ頃切ったのえっと前髪はいつ切ったっけ 16日とかに切ったので <laughs> 具体的10日前ぐらいに切りました前髪そう <laughs> その次の日にねねさんとあの EX 大衆さんで取材があってでその日のオフショットとかもねねさんと一緒に撮ったのあったんですけど <laughs> けどまだちょっと内緒なので <laughs> そう 初めて前髪切って初めて会ったのはねねさんです <laughs> ねねさんですわあシースルー前髪のセットも上手だってえー、本当ですか嬉しいたちょっと <laughs> あの私今まで前髪ずっと流してたからあのあんまりしとかあんま持ち歩かなくても前髪そんな崩れることなかったので持ち歩いあんまり持ち歩いてなかったんですけどもう前髪作って持ち歩くようになりました <laughs> うわー不思議な感じ <laughs> ね 不思議なぁ6期生からの評判はえっ、ー、といつ、あ、そうだ6期生ハウスの撮影があったんですけどその時にあの、6期生の5人ぐらいかなにあってそこでお披露目しましたもうなんかみんな最初なんかこれはそのねねさんとか6期生の子達にもなんか共通してるんですけど多分一目見ただけだと 多分いなんだろ一概に切ったって認識にはならなくて多分一回納得して私を見て一回うんって納得して「えみたいな二 <laughs> 回目なんか二度なんて言うんだっけ二度二度見二度見じゃないですけどあの一回目は何だろう認識して二回目で「え切った?」って <laughs> 言われました。 <laughs> そう6期生の子もずっと前髪切るかどうかずっと相談しててそうあのずっと迷ってたのでどうしようどうしようってなってたんですけどついに切ったので「切ってる!」って言 <laughs> ってくれましたなんかなんだっけその6期生ハウスのゲストの先輩がピナーさんとマルちゃん だったんですけどロッキーセンハウスの撮影って前に画面があってそのカメラに映った自分というかその <laughs> カメラの映像を見れるんですけどあのそれで私が多分前髪を切って、あのー、あまり慣れないの慣れない絵面だったからなんかずっと「えっざわちゃん?」って言われてました <laughs> そう。そのくらい 慣れないですねまだ <laughs> 私もなれません <laughs> そう。<laughs> いつか劇場でお披露目できたらいいな <laughs> そうだから <laughs> 大人っぽくなった 大人っぽくなりました <laughs> 本当ですかロッケで一番最初に気づいたのはあえっと、ヒーローとナナちゃん とちゃんです気づいたっていうかなんかあのー、前髪切るってもうそのいかのちゃんとかななちゃんとかひいこぱんには伝えてたのであの切ったらあの写真送ってねって言われてたので切って写真撮って1番に送りました <laughs> その3人に送ってそしたらなんかすごいなんかびっくりするくらいなんだろう長文じゃないけど。 あのいく,いくのちゃんがなんか長文なんかすっごい長いメッセージみたいな感じであの可愛いとすっごい文字をブワーって <laughs> してくれました <laughs>。かわいい <laughs>。しかもすっごい返信早くて <laughs> みんなななちゃんもひいこぱんもいくのちゃんもみんな返信早くてびっくりしました <laughs>。 <laughs> えー、そうなの <coughs> びっくりしましただって <coughs> びっくり前髪わ前髪 <coughs> そう最近の最近のというか まあ、そっか最近の悩みなんですけどもうすぐ京都のイベントがあるんですけどそのセットリストが先週かな先週ぐらいに届いて、あのー、今練習してるんですけどもうその曲がずっと頭から離れなくて <laughs> ずっと鼻歌を歌をってしまいまいすなので配信で歌ってしまわないようにちょっと気をつけないとやばいと思って。 の、no. <laughs> う 嬉しい一段と可愛い,いよなって嬉しいやったーなんかね、うん、<laughs> 歌っていいよ」とか言われちゃったダメですよ歌ったら <laughs> バレちゃうバレちゃう瀬戸人が。 なんでオーディションの時は前髪なしに決断したの。えー、なんでだろう？私は多分元々。あのなんだろう中学校1年生までずっと前髪があったんですけど、あの私 <laughs> あのー、朝起きるのにが苦手で本当にお家出る。15分前とか20分前とかに普通に起きれなくて。 間違えた20分前とかに起きちゃうから前髪を作るっていうかセットする時間が本当にちょっとしかなくって <laughs> それでもうどうしよう前髪か朝ゆっくり寝るかどっちを取ろうってなった時に私はなので取ってしまったので前髪はなしで。 もう朝ゆっくり寝て <laughs> もう起きてパッて前髪の分け目変えてるだけで <laughs> すぐ済むんですよ前髪分けるのってだからもうそっちを取って <laughs> そう特に中学校に入るとテストとかもあったり結構忙しかったので <laughs> なので。 もうちょっと言い訳なんですけど <laughs> それが理由で前髪をあの分けるようになりました <laughs> そうでも最近はなんか同期の子とか先輩方とかが前髪を作るのとかずっと見てきたのでもう多分まあ寝坊寝坊っていうか。 あのー、1時間前に起きるのがベストですけどもう多分中学校1年生の頃の自分よりかは前髪セットするのうまくなったと思うので <laughs> 大丈夫です多分 <laughs> 頑張ります <laughs> 大丈夫かな <laughs> 大丈夫かな <laughs> そうなんです朝起きるのが苦手なのでね, <laughs> ねえ <laughs> 同じだってやったーやっぱ大変ですよね朝 <laughs> セットするってなるとねうんうんうん Maybe ですねだって <laughs> 私が多分って言ったからそう、so, だから次の京都のへェスとあとはなんだっけおしゃべり会はあとオンラインお話し会も前髪ありです <laughs> なのでそれまで公演にない出ないのでもう本当にそこで初めて。 見るっていう方が多いかもしれないのできゃーきゃー <laughs> ねどうしようでもでもねだからオンライン間違えたおしゃべり会とオンライン話し会の時は早く起きないといけないです早く起きないと。 早く起きないとセットする時間がないので早く起きてちゃんとセットして <laughs> 皆さんとお話しします <laughs> <laughs> そう前髪の長さがいい感じだってやったそうこれでも今ちょっと毛先クリンってちょっと巻いてるんですけどこれあの私もう 前髪切ってから10日ぐらい経ったのであのもうちょっと伸びちゃって <laughs> 伸びちゃったんですちょっとなのででもちょっといい感じじゃないですかここ <laughs> やったー <laughs> 嬉しい <laughs> 参加するよ 言ってくださる方がたくさんいらっしゃる。ありがとうございます。会えるの楽しみだな。嬉しい。いい感じだって。<laughs> 早く起きないと前髪に怒られるよ <laughs>。逆に。逆に私が。怒られちゃう前髪に。まあ。ちょっと。 こうしたらいつもの前髪がない私でこうしたら前髪がある私です何言ってるんだろう <laughs> ちょっとわかんなくなっちゃったそう今日はあのおしゃべり会のお洋服を選びに行ってきましただから可愛いお洋服をたくさん見つけたので楽しみにしていてください楽しみにしていてください 柳川のイベントありがとうだあ、ありがとうございますこちらこそありがとうございますそう、昨日の柳川のイベントは戦闘体験をして防災体験をしてあとは試食試食ツアーみたいなのをしてすごい満喫できました戦闘体験は柳川を渡る船みたいなものをに乗ってなんだろう、その柳川 を探索するじゃないですけど探索しました <laughs> なのでなんだろうなんかすごい昨日快晴で風もなんかなんだろう心地よかったからすっごい良かったですあのお船がよくてあれ銭湯って 戦闘体験あれ発音違いますか戦闘戦戦闘戦闘,戦闘ちなみに私は5回ぐらいあのオールをこぐ役もさせていただいたんですけどあの <laughs> 自分からやるって言ったのに5回ぐらいフラフラしちゃって。 落ちそうになりました。危なかった。え。鮮度。鮮度って言うんですか。はい。そうなんですか。わあ。ありがとうございます。教えてください。せん、鮮度体験か。鮮度体験。よし。鮮度体験。<laughs> 鮮度体験。 そうそしてあとは試食であのー、柳川の甘おうジェラートとあとカレーとあと何唐揚げもうなんかごほうご褒美 <laughs> ご褒美レベルでいっぱい食べたんですよご飯を。<laughs> そうそ すごい今今あの話してる途中に通知が来たんですけど今ツイッターの通知で石橋いぶきさんが返信しましたって通知が届きましたなんだろう楽しみだなそうあのあうなぎそうだうなぎを最初に食べてうなぎがあの私が想像してたのはなんだううなぎを なんか本当に一口食べるのかなって思ってたらまさかのでっかいうなぎだったので <laughs> すごい豪華でした豪華で美味しくって本当に美味しくてあの身が柔らかくてタレもそれにマッチしててとっても美味しくってあれ本当にもういくらでも食べれるんじゃないかっていうぐらい美味しかったです本当に美味しかったそしてうなぎのつかみどりっ つかみ塗り体験もしたんですけど最初私お魚触ったことなかったのでちょっと怖かったんですけど <laughs> でもなんか触ったのが見えてきてあのー、なんかそれから多分もう触れますそう 中止まっちゃう。なぎ、そう、なぎ。ループしてる。もう。なんでお帰りだって。なんでだろう、ありがとうございました、なんか定期的に <laughs>。定期的に不安定になっちゃうんです、なんでだろう。 そうでうなぎが可愛く見えてきてもうなんか愛着が湧きましたうなぎにそうちょっとぬるってしてたんですけどでもなんかサイズ感も可愛かったんです <laughs> うなぎはでカレーは何だろうでっかいお肉がゴロゴロ入っててそう美味しかったですなんか 食べていいこんな贅沢なの食べてもいいんですかっていうぐらい美味しくってね本当においしかったです食べました皆さん食べましたか <laughs> ね美味しい。 うん。え、えぶきさんが可愛いって言ってくださったんですか。本当ですか。やった。嬉しい。<laughs> 嬉しい。やった。やった。<laughs> やった。カレーパンの方食べたよだって。わー。 いい,の羨ましいあのなんかちょっと小ぶりじゃないですけどなんかすごいサイズ感も食べやすそうでうわわ美味しそう <laughs> ねいいところですよね絵の中はすごい <laughs> ねえそう。 うなぎ。うなぎ。そう、今日実は。この。君はもっとできるのを。ティシャツを着てます。わ <laughs> かりにくかった <laughs>。ま,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 まあ、まあ、ま,まあ、まあ。まあ、まあ、まあ。そう、なんか、いろんな試食があって、すっごい美味しそうにした。 もう何食べてもおいしそう絶対おいしい <laughs> 柳川の人とか人人か人もあたかくあたあた柳川の人も暖かくて柳川の人も暖かくてそうすっごいなんか優しい町だなって思いましたねまた ご縁がありますように。ちょっと。ちょっと。暖かい。暖かい。ね、そう、私前髪。 ももうあれ作ったたんんでですすけど髪も伸びたんですよ実は <laughs> 実はというか結構伸びてお披露目の時というか1年前ぐらいがここだったのでほらちょうどこんな感じこのぐらいでで今がこのぐらいすごくないですかすごい伸びました髪の毛が ねそうなんですだから <laughs> あそう1年伸ばしました伸ばしてここまで伸びました <laughs> ね <laughs> そうなんかねあの1回目壁写真撮った時がこのくらいで2回目今の壁写真になった時が多分このぐらいなので,でもそれでも1枚目の壁写真と2枚目の壁写真比べてもちょっと伸びてるんですけどねびっくりなんです。びっくりー <laughs> びっくりー そしてもうすぐコンサートもあるのでねっその練習もあるので楽しみー髪長いから水分の時の髪の動きの迫力がすごいあ本当ですか <laughs> 嬉しい私パジャマドライブ公演の なんだろう前提曲かな前提曲の中で「スイフ」すっごい大好きなので全部好きなんですけど特に「スイフ」も大好きなので嬉しいです公園いいいっぱ出たいな <laughs> <laughs> そう今は公園のユニット全制覇したいので <laughs> 頑張ってポジションを覚えてます <laughs> いーなーなぁおー <laughs> はなさんとのやめろけ楽しかった楽しかったですそうあの福岡県の公式の youtube があるんですけどその福岡撮影中っていう企画が新しく始まってその 企画の初回放送に花さんと私でやめちゃのロケに行ってきましたもう見てくださいましたか <laughs> 本当になんかそれまでお茶ってそんなに深く歴史を知ったことがなかったんですけどもうあの youtube を見るともうわーってお茶に詳しくなります <laughs> そのくらい、もう一日中、ずっとお茶のことについて学んだので。さあもう、お茶に詳しくなりました <laughs>。ね。食レポ上手だった、本当ですか。ありがとうございます。やった。やった。ね。そう。あの。そう。 やめ,やめちゃんのその YouTube の最後に罰ゲームがあるあらあったりなかったりするんですけど <laughs> そ,うその花さんが可愛いので <laughs> めちゃめちゃ可愛いいですその花さん一日中ずっと花さんといたのでずっとお話ししてました <laughs> いろんな話をしてお茶のお菓子もお茶のご飯もいも頂いて <laughs> とっても素敵な一日になりましたおー前髪おー 移動中あそう移動中あの行きの車両だってはあやめやめに向かってる途中は多分2人とも寝花さんも私も寝てて <laughs> あんまり記憶がないんですけどそうあの行きの時私が寝てる時にちょっとパッて目が覚めて横の花さん見たら花さんがくくってなってて。 めっちゃ可愛かったですしかもあのなんだろうそのシートに一シートに二人で座ってたのではなさんが寝てたらあのなんだろう私の肩にコンってなるんですよそうそれがめっちゃ可愛かったです本当に可愛くてもう <laughs> 本当に可愛かったです <laughs> ね本当に可愛くてそう写真写真は撮ってないんですけど心のシャッターを切りました <laughs> そうもう可愛すぎましたフんフ <laughs> うまいこと言ったねだって私とハてねハハハょちょハハちょハハ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 柳川ハ柳川の,柳川の 時は、えっ、ー、とね、隣でななかちゃんと座ってたんですけど、あのー。なんだっけ、な川から帰るときに、パッて横見たななちゃんが寝てって <laughs>。で、後ろを振り返ったら、あの、マリアさん、とビブキさんも寝てて、それも可愛かったんです。なんで、かわ、なんだろう、なに、可愛いんでしょうか。寝顔がとっても可愛かった。 <laughs> そう <laughs> ちょっと足がしびれちゃったちょっと待ってください な,なんでかわかんないんですか私配信の時正座しちゃうんですよ <laughs> なのに足だから足しびれちゃうんですけど <laughs> なんか癖でで正座しちゃいますなん,でんだろうクッションちゃんは今日います。 ちょっとっ、クッションは、ここにいます。<laughs> でも、クッションの上に座って、セーしてました。<laughs> あちょっと待って、痛い、痛い。よし、よし。足が。なんで、こう、こんだんですけど、右足だけ、しびれちゃうんです。なんでだろう。<laughs> 右足だけ。 うん。で じゃあ私はなんだろうあのもともと漫画で読んでてなのでアニメはまだ1話しか見れてないんですけど <laughs> まだアニメは1話で漫画は読んでます今のところ。 <laughs> 漫画を読むのもアニメを見るのも大好きなので「カラちゃん推しです」だってわあ素敵な素敵な <laughs> なんかドラマ見てるドラマドラマは最近コウノドリを見てましたハマってコウノドリを えっとそう「顔のダり」ももともと漫画でしか読んでなくてそう最近やっとドラマを見始めました <laughs> なんか一度ハマっちゃったら全部見ちゃい見たいってなっちゃうのでもうシーズン1はのドラマは全部見ました <laughs> 本当に素敵なドラマです <laughs>、ね 全然 <laughs> そうだ私耳に音楽が残ったらずっと歌っちゃうんですよなので今はちょっっと目撃者の未を歌ちちゃいます <laughs> ちなみにこの現象なんだっけイヤーワーム現象って言うんですけどひーこパンもイヤーワーム現象がよく起きてます。<laughs> ね、同じフレーズを歌っちゃいます。<laughs> ね。キャットのセッ歌わないようにね。なんて気をつけ、気をつけてます。<laughs> そう、でも。今までもずっと、なんかの。 フェスとかイベントとかがある時もなんかずっと配信始まる前まで歌っちゃうので <laughs> いつも歌っちゃいそうになるんですけど今のところ一回も口ずさんだことはないです配信中に <laughs> う<ー>んう <laughs> ん <laughs> アイドルの歌詞だうんザワちゃんのアバターゲットしましたわあ。やったありがとうございますそう私もなんだろうなんか見てる配信を見てる方のアバ配信を ずっと見てたらその方のアバターをゲットできるの知らなくってあのずっとなんだっけアイコンを初期設定にしてたんですけどそうなんか結構いろんなアバターがたまっててなので今いろいろアバターを変えてます <laughs> そうリコピさんのアバターとかあとは ミクさんのアバターとかなんか本当にいろいろアバターを持ってました <laughs> いつの間にかそう前髪を切った時になんかあの NGT48 の荒井りりのちゃんがいる荒井りりのちゃんっていうお友達がいるんですけど荒井りりのちゃんから連絡が来て「前髪とってもかわいい」思わず連絡しちゃったみたいな連絡が来て。 しいってなりました <laughs> わざわざ連絡をくれたんです荒井リリのちゃんが嬉 <laughs> しいなんかこの前何だっけあの歌唱力のご褒美ロケかなあの優勝したあのユニットセッとソロで優勝したあの方々がハワイに行ってらしてその光景を見て。 すごい皆さん可愛かった。ね、すごいハワイ。すごいわ。<laughs> ね。将来やってみたい髪型とかある将来。うん。私はハーフツインがしたいです。 <laughs> そういつか昇格してヘアアレンジができるようになったらハーフツインどんな感じになるの <laughs> 難しいなでもハーフツインにやってみたいですどんな髪型が見たいですか皆さんできないんですよね できるかな。<laughs> ちょっと違う難しい <laughs> 高めのツインポニーテールポニーテールハーフアップポニーえー、すごいポニーテールがすっごい人気ですねそうなんだポニー ハーフハーフツインえう、ー、嬉しいわーちょっと一回だけあのー、あのね横浜のイベントの時にポニーテールを特別にしていいよってことだしていいよって言って頂けてポニーテールをしたんですけどあんな感じのポニーテールがまたできたらいいなって思いますサイドポええわあサイドポニー、えー こんな感じ <laughs> リンゴちゃんはいいですねいいですね <laughs> ねわあちょっと頑張ります頑張るぞ皆さんにいろんな私をお届けできるように りますは <laughs> でも羊さんヘアとかもいつかしてみたいです <laughs> いつか憧れます羊ヘ羊、羊さんヘアうんねっなん 最近知ったあの <laughs> 割とどうでもいい話なんですけどあのカスタードプリンのカスタード部分とシュークリームのカスタードで同じっていうの知らなくてそれにびっくりしました最近。知ってましたか皆さんなんか 色は確かに同じだけど、おな本当に同じなんだって知らなくてびっくりしました。<laughs> あれ違うのかな。<laughs> どうだろう。でも最近っていうかずっとオレンジジュースにはまっててスムージーのオレンジをずっと飲んでたんですけど、その大好きなオレンジスムージーが あのー、季節限定でなんともうなくなってたんですよ。<laughs> うーんなくなってて今は何だっけライムとかレモンライムみたいな味になっててそれも今度飲んでみたいなって思ったんですけどずっとそのオレンジスムージーにお世話になってたのでそうちょっと「あーそうか」ってなりました。 ね、また来年 <laughs> また来年ねえ <laughs> そうねえそうなんですよねなんかスターバックスも新作レモンが出るみたいな放送を聞いてすごいなんか <laughs> 美味しそうって。 思ってますね <laughs> あるかな来年来年もあればいいな <laughs> い<し> <laughs> パジャマー ライブそうこの前そのなんだっけ EX 大衆さんの撮影をした時にあのネネさんに「あのー、いつかその一緒に手もでもやりたいのであの頑張って覚えます」っていうのを言ったらネネさんが「本当に?」みたいな「本当は誰としたいの?」って言われちゃって <laughs> でも本当に「いや本当の本当にネネさんです」って言ったら「 わははははって言ってました <laughs> ねえなのでいつかねねさんとてもでもしたいですフ <laughs> はねえすごい今私は「天使の尻尾」とあと「純情主義」と「ジャンヌ・ダルク」をユニットやったことがあるのであとは「パジャマドライブ」と「手元どもの涙」あと「日ポジ覚えたらユニット制覇できるので頑張りたいな って思います今年中に <laughs> 頑張りますそうねねさんショートにしてたの見ましたか皆さんめちゃめちゃ可愛くてめっちゃ可愛くてそうあの髪をねねさんが髪を切ったのを初めて見た日にあの最初ハナさんかと思って 思ってたらねねさんで「え髪切ってる?」って思ってびっくりしてすっごい似合っててねめっちゃ可愛かったですリットちゃんそっか今日公演があったんだ確か,確かに確かに確かにめっちゃめっちゃめちゃ似合ってましたね本当に可愛い そうなんかあのあいい <laughs> でもでもねねえ髪色も素敵ですよね。ん <laughs> <laughs> そうなんか私言おうとしましまたよね絶対なんかあそうだなんかあの <laughs> 前髪を切った日にいやその柳川でのイベントがあった時に HKD48 の公式のあのー、ツイッターアカウントで「あのー、今先導体験が終わりました」みたいなツイートとともに私の前髪の写真というか4人で撮った写真の中の。 私の前髪が多分できてたのでそれに渋井ちゃんがびっくりして多分びっくりしてくれてあのなんかその投稿投稿された投稿されてすぐぐらいにで連絡が来てそうたくさん褒めてくれました可愛い,いってでそうなんか渋井ちゃん最近ツイッターで なんか公演終了後の動画みたいなのを上げてるのをよく見るんですけどもうそれがなんか渋井ちゃんらしくて面白くて可愛くて <laughs> 昨日は <laughs> 昨日はなんだっけヒーローのあのー、ヒーローと「ラブラブです」みたいな <laughs> 動画を。 上げててあれも面白かったですかわいい本当にねかわいい<笑><笑>レイアップシュートの絵面白かったそうあのみなみなりんがバスケの なんかそのレイアップシュートなんかどうやったうまくいきますかみたいな投稿してたんですけどそのコメント欄にサ咲がなんかバスケのゴールの絵を描いててこの黒いとこにボールを当てたら入り入るよみたいなのを送ってたんですけどその絵が <laughs> ちょっとツッコみどころがあって面白くてそう,もうこれは。 その画像を見たら多分もうすぐなんあれわかるかもしれないんですけどそうそれもなんか梨咲も可愛いしいしみ,みなりんも可愛いしねは <laughs> 今私がレイアップシュートって言ったからレイアーチン レイヤ人のこと言ってると思ってる人がいる <laughs> ね、レイヤレイヤそう、レイヤとこの前、じっと自主練してたんですけどあの、京都のイベントの自主練をしててその、その日その日に夜ご飯かなをあの、レイヤちゃんが買いに行くってなって私もついて行ったんですよそう ついて行ったら、あのー、なんかついてきてくれたおれって言って31をくれたんですレアーチンがポッピングシャワーをそうなんか本んに <laughs> なんだろう私もなんか普通にレアーチンと一緒にいたかったからついて行ったんですけどなんかアイスまでいただいて嬉しかったしかも。 結構前本当に夏ぐらいにあのー、メールでマンの好きな味のアイスの話をしてたんですけどそれを覚えててくれててそうあのもう私が遠慮する暇もなくポッピングシャワーを注文してくれてもう本当にかっこよかったですねあーちゃんが。ね優しい。 <laughs> ねちょっと私もそんなそんな優しくてかっこいい人間になりたいです <laughs> ねうんねえアイスそう私サーティーワンのアイスこの前サーティーワンの総選挙みたいなのがあっててそう 私は迷いすぎて結局投票できなかったんですけどポッピングシャワーも好きだしコットンキャンディーも好きで今季節限定でパステルコットンキャンディーっていうのも出ててそれもすっごい美味しいしあとはバーガンデイチリーも私はちょっと大好きですごい美味しいしチョコミントも美味しいし <laughs> そう今なんか。 31でハピネスボックスっていうのがあってそれになんかスクープこうやってアイスはすくうやつがついてくるのがあってもうすっごいあれをメンバーと一緒にやりたいんですけどこうやってすくうの。<laughs> ねすごい。 <laughs> チョコミントのチョコが好きでしたね美味しいですよねチョコミント食べてます <laughs> ねえ美味しいねえ本当に私もなんかちっちゃい頃すごいアイス屋さんになりたかった時期があってこうやって救ってみたかったからその夢が叶うボックスがあるなんて ねすごい幸せですね <laughs> ねじゃんあということでちょっともうそろそろ1時間配信を始めたつのでもうそろそろ終わろうかなと思います <laughs> すごいこんなたわいたわいない話に 付き合ってくださってありがとうございましたありがとうございます皆さんということでちょっとランキングを読んでいきたいと思いますはい13位ピトさんありがとうございます12位スタンドイッありがとうございます11位ハありがとうございます10位ベルカンさんありがとうございます9位 ヘルシアさんありがとうございますい8位、しのぶさんありがとうございます7位、マトンさんありがとうございます6位、ツルさんありがとうございます5位、ユウスキさんありがとうございます4位、ゆきなりさんありがとうございます3位、リドさんありがとうございます 二、村吉さん、ありがとうございます。一位はのぶりさん、ありがとうございます。あー。みなさん、今日もありがとうございました。そう、前髪お披露目配信だ。<laughs> 前髪お披露目配信。どうでしたか。ありがとうございました。 見てくださってとっても楽しかったですありがとうございますじゃあ明日からまた一週間一緒に頑張りましょうよし頑張ろうということでじゃあまた明日,明日また <laughs> 頑張りましょうじゃあそれではおやすみなさい いい夢見てねーおやすみなさいありがとうございました